あれこれダブチェくんじゃない、来たくねえな。あ、よかった、ダブチェくんじゃない。ダブチェくんの最後なんかすごい強かった記憶が。全部押せ、うわあ、コキくんなら言えよ。動くんなら動くって言えよ。動くって言え、動く。緑緑ズンドゥルドゥンドゥルダッタッタッタ緑緑。おっ、ウメコ、あばよ、倒してからにしようね。割と広い、いらっ、無敵。ここで猫もらえたよね。つまり今でかくなって1つと戻る必要はないんで、先にね奥の方を倒しておきましょう。あれ今か、もうね安全に行こうとしてる。安心安全、おいおい早く来ないと死んじゃうよ死んじゃうよ死んじゃうよ死んじゃう。あれ1個目取れてねえ。あれ戻るやつか、よくある。くっそね、取るまでがね、ミステリーゾーンです。そこね、そういうこと。そこを台出っ張ってるんだ、埋まってるんじゃないんだ。ドロップしよう。これ一応やり直してもいいんだよね。でもつい死にたくなっちゃうんだ。こういう時はヒップドロップでいこう。
で大ジャンプ失敗するし。やり直すにするとね、2個目取ったの消滅したな。やり直すだと消滅、ね、死んだ方がええ。その方がええんじゃ。ババ様、ロゼッタ死んじゃったの？その方がええんじゃ。やり直さん方がええんじゃ。よし、上だっけこれ、大丈夫、入っても大丈夫全部通る。あー全部不明ね。まあ時間はある、とりあえず全部不明。これこれは頂上を取るためだね。あったこれだ覚えてるわ、この辺。よし、でも猫なんで、これ普通にこうやったらいいですね。おっしゃー、上と下、あー、ケセラ、ムパサラ。これは迫ってくるやつだなあと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 多くねあれ、ここまで来たらワールドフラワーになってる。あれ、ワールドキノコってここまでか、気づかなかったわ。照らせのびのびパックンの沼、ほんとだ、いつの間にか。ここファイヤーっすね、そこファイヤーかな、ですよね。明るいのいや、全部倒せ系じゃなかった。まあまあ全部に明かりを灯していきましょう。明かりをつき、あいつの動きが読めねえ、俺の動きが読めねえ。ね、明かりをつけましょう爆弾に。これ結構ね、地域によってネタ違うよね。
おかんこ一発とか。なんか籠絵歌とかね、地域によってね、なんかネタがいろいろ違うんだよ。1から10まで数える、1、2、3番の尻尾、ゴリラのボス、ナッパハッパ腐った豆腐とか、ね、地域によって呼び方が違うんだよ。ルートパーでね、分かれるやつ、ね、地域によってね、いろいろ違かったりするんじゃよ。次のファイヤー、まあいいや、ファイヤーファイヤー、これファイヤーファイヤーじゃダメなんじゃないかな。この次上に行かなきゃいけない隠しがあった気がしてきた。まあ、とりあえずこれで全部持ってますね。燃えろ。まあまあまあ。ここの上があったはずだからな。あ、いけるようになって、いや、いけるようになって、よかった、猫じゃなくてもいける、いける、いける。おお、お金の人、人じゃねえ、あ、金はどうでもよかった。このハテナ、うん、か、カエルだけかーい、ね、ということでカエルだけですね。あんま行く意味なかった感が、あのサイダーが、こいつら目悪いみたいな。燃えろ燃えろ。伸びんじゃねえよ。やめてー。ほほー、フラワー臭い。フラワーの補充はあります。ほんとこの辺ね、奥行きが全く理解できない。そしてね、今一度いたのだが、ロゼッタだから、ロゼッタさんはあれなんですよ、ロゼッタさんはあれなんですよ。ここまでやって失敗か。ファイヤーになるとこれ使えなくなるから、ピーチの方がいいわ。ということでピーチで帰ってこよう。ピーチで来よう。ファイヤーとブーメランだとね、ロゼッタのいいところが消滅するからね。ロリッタ、ここはピーチの方がいいな。あんだけやってね、取れたの1個だよ。続けるじゃなくて、選んでから、とりあえずまず死んで。で、まあ、1個目はもう取ってるから、まあ、スルーしていこう。できればね、2個キープしてこの次を安全にしておきたい。はい、やー、
まあ2個キープで、2個キープ、キープで上に行く必要もないので、うん、でコピー値だと空中止まれるからね、ファイヤー状態だいぶ安定。そしてアイガーズこの視点がやり、寝てる子は起こさない方がいいんだ。寝てる子もいるんですよ。泣いてる子はいない。いたとしても気にしない。現実問題、泣いてる子もいるんですよって言われても、それがどうしたら終わりだよ。いや、この起きてる子にはお眠りいただこう。なぜなら邪魔だから。邪魔だ。目障りだ。おお、きね。これ、いよりだ。早めに死んどけ。楽勝。スピーチ最強。高くない？あぶね、こいつ殺しちゃうとこだ。あーった。まあ、これでいいか。やったぜ。で、多分これも火つけたらいいのかな。やったか。あ、そんなところに。で、逆にあの幅跳びはピーチダメだ。ロゼッタ、広いのが泡出さんぞ。オッケードゥンドゥン。300枚、380枚だ。